近代行くならマナビズム。こんにちは、マナビズムの矢沢です。この動画では近畿大学の英語の勉強法についてお話ししていきたいと思います。具体的な近畿大学の英語の問題構成は全7大構成になってます。大問1が会話問題、大問2が中文空所補充問題、大問3が文法語法問題、大問4が同意文選択問題、大問5が語彙問題、大問6が正序問題、大問7が長文の内容一致問題になっています。これらをたったの60分で解き切らなければなりません。続いて各大問の目標点数に移っていきたいと思います。近畿大学の英語では多くの学部で100点満点中80点を目標にしたいです。そこから逆算した各大問の目標点数はこちらになります。それではここから具体的な勉強法に入っていきたいと思います。近畿大学の英語は全部で7大構成になってますけど、勉強法の理論をしっかりと理解しておけば、みんながやらなければいけないことはたったの5つに絞ることができます。なぜかということを説明すると、大問2の中文空所補充問題と大問7の英語長文の問題、これは同じ勉強で済ますことができるんですね。で、同じ要領で大問3の英文法の問題と大問6の正序問題、これも同じ勉強法で済ますことができるので計5つという形になってます。それではね、まず1つ目の大問1会話問題のこの対策から話していきたいと思います。まず会話問題っていうのは2つのパターンに分けれるんですね。1つ目のパターンが会話特有のフレーズを聞かれる会話問題のパターンで、2つ目のパターンが会話特有のフレーズを聞かれない会話問題のパターンがあります。これもし1番だったら会話特有の表現をしっかりと参考書とかで覚えていかないといけないじゃないですか。ただ近畿大学に関してはこの会話特有のフレーズが出ない会話問題を出題してくる大学です。だからここから言えるのは、みんなは4択の英文法の問題とかよくやってると思うんですけど、その中の会話表現って言われるところの範囲をしっかりも会話出るからやらなあかんな、丸暗記せなあかんなっていう風に勉強はしなくていいっていうことが分かりますよね。もちろんね、会話特有の表現は覚えていかなくていいものの、入試で出題されるわけですから、しっかりと点数は取っていかないといけません。それに関してはね、これ以降で話す文法の勉強であったり長文の勉強をしっかり実践してくれれば点数が取れるようになっていきますので、特に会話表現をしっかり覚えなくていい、これだけは、分かっておいてください。それでは続いて2つ目ですね、文法語法正序形の問題の対策に入っていきたいと思います。これら大問3と大問6の目標点数をしっかり取るためにやらないといけないこととして、4択の英文法書1冊を完璧にすることです。ただ絶対にやらないといけないのは英文法と語法のこの2章だけで、発音アクセントとか会話表現、単語語彙、イディオムの章はやらなくて大丈夫です。イディオムはね、出るからやった方がいいんじゃないのっていうふうに思うかもしれないけど、それに関してはまた後で説明していきますんで安心してください。おすすめの参考書はヴィンテージであったりネクステージ、スクランブルとかの学校で配布されている4択の英文法書、いずれか1冊、これで大丈夫です。もしね、その4択の英文法書を自分でやっていく際に解説が分かりにくいっていう風になる場合は、成川の英文法のアウトプットを使用するようにしてくれたらと思います。絶対にやっちゃいけないのは何冊も手を出す必要はない、もう1冊完璧にするだけで大丈夫なのね。あとね、効率的な4択英文法書の使い方に関しては他の動画で説明してるので、その動画、必ずチェックしておくようにお願いします。ここで改めて伝えておきたいんですけど、近畿大学の英語を同じ偏差値帯の他の大学の英語と比べてみたときに、英語長文の割合が非常に少ないなっていう感じがするんですね。同じ偏差値帯の他の大学は英語長文の比率が多いのに対して、近畿大学は全体の 38% が英語長文で、なんと 32% も英文法の問題が出題されてるんです。ということはね、近畿大学に合格するとなると、英文法はしっかりと点数取れないといけないわけですよ。受験生見てたら英文法苦手な子多いですけど、この4択の英文法の問題、正序の問題に関してはしっかりと参考書1冊仕上げて、確実に点数をね取れるようにしておいてほしいと思います。それでは3つ目、大問5の語彙問題の対策についてお話ししていきましょう。大問5でね、目標点数を取っていくためには、大学受験でよく使われる2000語レベルの英単語帳、これを1冊丸ごと完璧にしないといけないです。よく近畿大学やったら頻度順でだいたい1200とか1500ぐらい覚えといたら大丈夫やろうっていう風に思うような受験生多いんですけど、それはほんまに甘い。絶対に2000語レベルの単語帳1冊完璧に仕上げるようにしてください。マナビズムでおすすめしている近代合格のための単語帳はシステム英単語、もしくは100式英単語、この2冊です。もちろんね、2つやらないといけないわけじゃないですよ。1冊完璧にすれば大丈夫です。でね、単語を覚えるのが苦手やなっていう子は100式英単語を使うことを推奨してます。で、そんな単語を覚えるの苦労せえへんよっていう子はシステム英単語を使っていくようにしましょう。で、100式英単語を使う場合だったら1から順々に覚えていてくれたらいいんですけど、システム英単語を使う場合は1、2、3章、多義語、4章、この順番で覚えていくようにしてください。その方が頻度順で覚えていくことになります。で、もちろんなんですけど、
ど、近畿大学では英作文は一切出題されません。なんで単語を覚えていくときは絶対に英語から日本語、とりあえず英語を見て日本語が出てくるようになれば十分なんで、その方向性で覚えていくようにしてください。もちろんね、今おすすめした2冊の単語帳じゃないと受からないよって言ってるわけじゃないです。重要なのは頻度順の英単語で2000語レベルのもの、これを使ってしっかり覚えていくようにしてください。続いて4つ目、大問4の同意文選択問題の勉強法についてお話していきます。同意文選択問題、別名パラフレーズ問題って言われたりもするんですけど、これに関して近畿大学が受験生に聞いてるもの、これに関してはイディオム、つまり熟語ですね、熟語をしっかり覚えてるかっていうことを聞いてきてます。でこの大問読んで目標点数を取ろうと思ったら、イディオムをだいたい800個ぐらい覚えていけば、まあ、満点から1ミスぐらいに収めれるんですね。でどの熟語帳で覚えていったらいいねんって話やねんけど、マナビズムが近畿大学合格のためにおすすめしてる英熟語帳は速読英熟語、もしくはオールウェイズ1001、この2冊のうちいずれかになってます。特にね、覚え方としては英語から日本語に覚えていけばまあいいんですけど、このパラフレーズ問題、つまり同意文選択問題で点数を取るために熟語の言い換えがどうなってるんかっていうのをしっかりと覚えながら勉強していくようにしてください。もちろんね、これもこの熟語帳じゃないと受からないよって言ってるわけじゃないです。重要なのは頻度順に並べられただいたい800から1000ぐらいの英熟語帳を1冊を完璧にしましょうねということです。で大問3と大問6の説明のところで、イディオムに関しては4択の英文法書でやらなくていいよって言いましたよね。これなんでかっていうと、4択の英文法書に関してはイディオムの量がだいたい300語ぐらいしか載ってないわけですよ。だから近畿大学合格を勝ち取りたいんだったら、4択の英文法書で英熟語を覚えるんじゃなくて、しっかりと英熟語帳1冊用意した方がいいっていう理由です。で補足説明しておきたいんですけど、この大問4って、英語の100点満点のうちのたったの8点しかないんですね。でこの8点を取っていくために英熟語帳1冊を覚えないといけないって、ちょっと費用対効果悪いんですよね。もちろん大問7題あるうちの一番コスパが悪い、一番費用対効果が悪い大問だと言えます。なんで近畿大学の他の大問の対策が間に合ってないっていう時に、熟語には手を出す必要はないかなというふうに思います。だから他のことが完成した上で英熟語帳に手を出すようにしてほしいなと思います。それでは5つ目ですね、最後です。大問2と7の英語長文系の勉強法についてお話ししていきます。まず大前提をお話しておきたいんですけど、英語長文が苦手だっていう子結構いますよね。でなかなか伸びない子でよくあるのが、英語長文苦手だから長文読みまくって練習しよう、こういう思考回路になる子が非常に多いんですね。でもそれは間違ってます。だって英語長文ってそもそも単語一つ一つがつながって一文になったもの、一文がつながって段落になったもの、段落がつながって文章になったもの、その文章を読んでいくわけですよね。ってことは単語レベルで意味がわからなかったり、一文単位できちんと訳せないのに英語長文なんて読めるわけがないんですよね。だからまず一番最初にやっていかないといけないのは単語を覚えないといけないですし、一文単位で訳せるようになるために英文解釈の勉強をしないといけないですし、英文解釈の勉強が終わってやっと段落文章が読んでいけるようになるという三段なわけです。ここでは一文単位でしっかり訳せるようになるために英文解釈の勉強をどういうふうにやっていかないといけないのっていう話をまずしていきたいと思います。まず英文解釈ってこの4文字聞いたことない子もいると思うから、この説明から始めるけど、英文解釈って SVOC、 これ高1であるよね、 SVOC を振ったり、名詞節、形容詞句、副詞節とか、そういう塊感覚を培うこと、これ英文解釈の勉強って言います。例えばさ、英文法の時制のところやってる時に、時条件を表す副詞節中は未来のことも現在時制で表すみたいなの書いてるやんか。時条件はギリ分かったとしても、副詞節ってどんなんなんっていうのを分からんかったら、その4択の英文法をやってる時でさえ吸収力が落ちてしまってるわけ。だからそこを吸収力落とさないために、まずは英文解釈の勉強をしっかりしていかないといけないなっていう話なんですわ。でこの英文解釈の勉強の時におすすめな参考書が、肘井学の読解のための英文法という参考書です。そもそもね、英文解釈に入る前に単語ある程度覚えとかないと英文解釈入れませんから、単語はだいたい頻度順の英単語で1000語ぐらい超えたあたりで、この参考書を使うようにしてみてください。この肘井学先生の参考書が完璧になれば、続いて英文読解入門基本はここだ、もしくは英語ベーシック教本などの参考書がおすすめです。だからこの2冊はどっちもやらなあかんよっていう話じゃなくて、まあどっちが完璧になればいいかなっていうような参考書です。で今紹介した3冊のうちの、まあ、2冊ですね、これが完璧になれば近畿大学の英語だったら一文単位で訳すことに何ら問題は、生じません。
それじゃあここまでいったら一分単位でしっかりと訳せるようになったという前提で話していきますけど、やっとここで大問2と大問7の対策に入れるんですね。では大問2から始めていきたいんですけど、大問2はねこれ過去問もまた見てくれたらいいと思うんですけど、中文の中に穴埋めがいくつかあって、下の8択から適切なやつを選べっていう問題なんですね。で勉強ちゃんとできてない、英文解釈が分かってない子だったら文脈的にこの8個どれが入るんやろうって思っちゃうんですけど、英文解釈ができてるみんなはもうその選択肢を見た時点で品詞からどれが入るかっていうのが分かります。つまり8択がだいたい2択から4択ぐらいに絞れるんですね。そのためにもやっぱり品詞の理解、英文解釈の勉強っていうのはもう欠かせないなというふうに思われます。続いて大問7に行きましょう。近畿大学の大問7の問題は英語長文の段落ごとの内容を聞かれるような問題になってます。だからみんなは英語長文の勉強とかをするときに絶対に段落ごとに要約を書いていくようにしてください。パラグラフメモって言ったりしますけどね。でそれを訓練しておけば大問7の問題に関してはもうほぼ満点が取れる。英語長文もそこまで難しい長文が出てきてるわけじゃないんで、ここに関してはできればもう満点取っていきたいですよ。でおすすめの参考書を紹介しておくと、ハイパートレーニングのレベルの1と2、スピード英語長文のレベル1と2、この4冊になります。でなんでこの参考書がおすすめかというと、ありがたいことに段落ごとに要約書かれてるんですね。で近畿大学の大問7が段落ごとに選択肢で内容1の問題ですから、自分で勉強するときは段落のまとめを書いてそれが合ってるか間違ってるかっていうのをやっぱり採点したい、確認したいわけですよ。でその時に使いたい参考書はやっぱり段落にまとめが書かれてる参考書になりますよね。もちろんどの参考書を使っても近畿大学専用の参考書にはなってないんで、自分で使い方を工夫する必要があります。でみんなは英語長文やるときは段落ごとに要約書くって話だったのか、でそれを採点する際にハイパートレーニングとかスピード英語長文やったらすごくやりやすい形になってるっていうことね。で一文単位に SVOC であったり、その構造がしっかり書かれてるんで大問2の点数アップにもつながってきます。でそういう意味でこれらの参考書をおすすめしておきます。でここまでやったらね、もう赤本をやって制限時間内に自分の取りたい点数を取っていけるように調整して、もうあとは試験本番に挑むっていう形で大丈夫です。それではね、最後に勉強法ルートをまとめておきましょう。最初はね、英語長文の勉強に手を出さずにシステム英単語とか百式英単語とかの2000語レベルの英単語帳を前からしっかり覚えていくようにしましょう。だいたいね、前から1000語ぐらい覚えたなっていうタイミングで英文法と英文解釈の勉強に同時で入っていきましょう。英文法書はヴィンテージ、ネクステージ、スクランブル、もしくは何かの英文法アウトプットのいずれか1冊を使用してくれれば大丈夫です。で、英文解釈の参考書に関しては肘医学の読解のための英文法をまず完成させてから、必要に応じて英文読解入門基本はここだ、もしくは英語ベーシック教本を使っていくようにしてください。で、英文解釈の勉強が一通り終わったなっていう風になれば英語長文の勉強に進んでいって大丈夫です。で英語長文の勉強をする際には大問7のことを思い出して、英語長文ハイパートレーニングレベル 1,2 もしくはスピード英語長文のレベル 1,2 を使って段落ごとの要約をねしっかりやっていくようにしてください。そして一通り英語長文の勉強が終わった、単語も覚えた、英文解釈もある程度できるようになったし、英文法書も完璧であるっていうふうに、まあ、そこまでいったら過去問をやっていきましょう。あとは制限時間内に必要な点数を取るように意識して練習していけば大丈夫です。それでは近畿大学の英語勉強法の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。マナビズムでは勉強計画の設計や受験相談ができる無料体験コンサルを随時受け付けております。在宅コースもあるので全国どこからでもお気軽にご相談ください。お申し込みはお電話またはホームページからお願いいたします。